南インドのデプンデラ・ロセリン学堂、デプンデラは、ガンデンジとセラジと共に、チベット仏教ゲルク派の三大寺院の一つ。正式名称は、チューデナム・キツオボ・ペルデン・デプン・チョータムチェレーナム・パル・ギャルワ。漢字表記は、アキラ・ボウジ。チベットの寺で最大で、最盛期には、世界中の、どの宗教の寺院、僧院よりも大きかった。1416年にゲルク派の開祖。 ソンカパの実機弟子、ジャムヤンチュージェタシーパルデンの弟子ケンチェンレクデンパの骨眼で回帰された。ラサの成功 5km のガンポウチェ世山の下に位置する。この寺のカブト卒伝は、スーナムギャツオが1578年にダライラマの称号をモンゴルの市長アルタンハーンより受けてから17世紀にチベットの元首となったダライラマ5世が、 ポタラグーへ今日移すまで、歴代のダライラマの拠点であり、1642年に発足した、ダライラマ政権のチベット政府の固有名詞、諸法に勝利するが安電ポタンは、この電車に由来する。化身玉の名石、ダライラマは、5世の時、1642年を境に、他の名石と交代で、本寺やセラジの雑に着く、ゲルク派の有力名石の一つから、 中派を超えたチベット仏教最高の宗教的権威、えと位置づけを変えたが、その後も、歴代ダライラマは、デプンデラで修行を積んだ。1959年のチベット侵攻以前には、この寺には1万5千人もの修行像があった。中国の侵攻や、文化大革命の中でガランは破壊され、僧侶たちも数多く殺害、拘束、追放された。 寺院組織と僧のほとんどは亡命し、南インドカルナータカ州のムンゴットのチベット人、居留地に本殿、僧帽を再建、5000人を超える修行像を要して活動している。1980年代以降、チベットに残留した人々によって、同運の一部が修復され、細々と宗教活動を再開しているが、中国政府の弾圧により、現在チベットに住む。 この寺の僧は数百人に満たない。そのためほとんど巡礼地や観光地としての役割しか果たしておらず、かつてのような修行の場は取り戻せていない。解散、タシペルデン第2代、ペルデンセンゲ第3代、リンチェンチャンチュプ第4代、ロサンニマ第5代、ロサンター第6代、シャーキャリンチェン第7代、モンダムペル第8代、レーパチュージョル第9代、 ケイツンユンテンギャムツ第10代、ゲンドゥンギャムツ第11代、パンチェンソナムタクパ第12代、ソナムギャムツ第13代、ユンテンギャムツ第14代、ロサン中期元前第15代、ロサンギャムツ以後、ザスは、ケシンラマの名跡、ダライラマの指定席となる。第16代、サイヤンギャムツにより、廃位された、第17代、イエシェギャムツを第18代、ケサンギャムツ解散より、 第18代までは文献1ピアニッシ百582から592によるありがとうございます。